どうも愛嬌です。今日はですね、省エイの GT Air 3をご紹介したいと思います。 GT Air 3はですね、2024年の4月に発売が決定しているんですけれども、今回はですね、発売に先駆けてお借りすることができましたのでご紹介したいと思います。まずはいつも通り付属品から。はい、 GT Air 3こちらの箱に入っております。お、国内走行テスト撮影用って書いてありますね。もう一番最初のサンプルなんでしょうね。それでは開けていきたいと思います。はい、こちらが GT Air 3になります。こんな感じの専用の袋に入ってますね。まあ、他の省エイヘルメットと同様の袋なんですけども、まあ、裏起毛で縫い目は外側になっているので、塗装とかシールドに優しくてですね。でこちらの入り口を絞る紐なんですけども、これ結構ね太いんですよ。なんでしっかり剛性があって、ギュッと絞るとですね結構長いので、斜め掛けして肩にかけて持ち歩くこともできます。はい、こちらが中身になるんですけど、まあ、今回ね撮影用のサンプル品ということでですね、本来は付属品のボードンシートがですね本体に貼り付けてある状態で送られてきました。省エイのヘルメットにはですねピンロックシートが採用されることが多かったんですけども、最近はオリジナルのボードンシートのですねドライレンズっていうのが採用されることが多くなってきてますね。ピンロックはですね読んで字のごとくピンの部分に引っ掛けて使うんですけども、このピンがですね稀になんですけど折れてしまうことがあるんですよ。僕は経験があるんですけども、まあ、その時用のですねこの予備ピンがついております。めちゃくちゃちっちゃいパーツなので、これね取扱説明書と一緒に袋に入っているんですけど、この袋ごと保管しておくことをお勧めします。続いてはこちらですね。はい、ノーズガード、ブレスガードって言い方もしますかね。こちらはですね口元のベンチレーションを開けた時にシールド方向に風を送ってですね曇りを取るためのパーツなんですけども、まあ、こうやってねつけると鼻の付近を隠すことができるので、見た目的にも僕はこれがついてるのが好きなんですけど、今回ね省エイのホームページを見てみたら、これをつけることで口元のベンチレーションを開けた時に口元の方向にも風を送るような効果があるみたいです。続いてはこちらですね。結構大きいんですけど、これチンカーテンですね。僕が今まで使ってきた省エイのヘルメットの中では多分一番大きいチンカーテンだと思いますね。でこれメッシュの部分とレザー調素材の切り替えの部分があるんですけども、このレザー調素材の切り替え部分はですね中にクッションがサンドされていて結構厚みもあります。続いてはこちら省エイのステッカーですね。このサイズはね本当工具箱とかに貼るのにぴったりのサイズなんですよね。続いてこちら、こちらはねサービスツールというものなんですけども、まあ、ヘルメットのメンテナンスの時とかにね使えるような、まあ、簡単な工具みたいなものですね。まあ、一例としてはピンロックシートのピンの取り外しとかにも使えます。でこちらがシリコンオイルですね。これはですねシールドと棒体を密着させるために間にゴムが入ってるんですけど、このゴムに定期的に塗ることでゴムの劣化を防いだりとか、あとね可動部の部分、このシールドのガチャガチャやる部分ですね、こことかに薄く塗ることで動きを良くすることができたりします。その他にこんな感じのですね安全マニュアルが入ってました。これはね SG の保証制度のことだったりとか、あとあごひもの使い方とかは書いてあるんですけど、内装の取り外しとか、あとシールドの取り外しとかのマニュアルが今回は入ってなかったんですよ。まあ省エイさん必ずねそういったマニュアルつけてくるんですけど、4月発売ということなんでまだねマニュアルはできてないのかもしれないですね。おそらく皆さんの手元に届くときにはメンテナンス方法とかが書かれたマニュアルっていうのも入ってくると思います。で企画に関してはですねこちらの方にステッカーも貼ってありますけども、 PSC と SG の規格が取得されています。でこの撮影は1月27日にしているんですけども、現在はですね単色は6パターン発表されていて、価格は68,200円ですね。でサイズは S から XXL まで用意されてます。はい、ではデザイン触れていきたいんですけども、まずは一周ぐるりとご覧ください。はい、こんな感じですね。まずパッと見で目を引くのはですねこの部分ですね、このサイドの部分に張り出すように追加されたサイドパーツですね。
GTA 3は2に比べてですね、空力性能がアップしているっていうことが発表されてるんですけど、このサイドパーツはですね、空力性能だけではなくて衝撃吸収性能を高めるバンパーのような役割もあるみたいですね。でこの頬から口元にかけてはキュッと絞り込まれた形状になっていて、まあ、ベンチレーションのパーツとの兼ね合いもあってですね、よりなんかガンダム感が増したような感じがしますね。でこうやって横から見てみるとですね、もう頭頂部の部分がギュッとへこんでいるのと、あとこの後頭部のグラマラスなラインですね、ここがすごいインパクトがありますよね。でこの帽体の種類に関しては SM 用と L 用、それと XL、XXL 用の3種類が用意されてます。続いて機能性ですね。まず一番賛否が分かれそうなのがこちらですね。シールドがセンターロック式になったっていうことですね。少し前にレビューしたネオテック3はですね、このセンターボタンを押すと微回ポジションになるっていうのは仕様になってて、あ、使い勝手良くなったなって思ったんですけれども、こちらはですね、センターボタンを押しながらシールドを開けると開閉される仕組みになっているので、まあ、Z8 とか X15 と同じような仕組みになりますね。でこのポジションに関しては微回も含めて6段階で調節が可能で、これはかなりしっかりとした接度があります。でインナーバイザーの出し入れに関してはですね、この追加されたですねサイドパーツの部分にノブがあって、これを操作することで出し入れすることができます。はい、今出てるんですけれども、こちらはですね従来と比べてかなり大型化されているとのことです。でね、これしまった時になんですけども、わずかにね帽体からこのインナーバイザーがはみ出してるんですよ。これもしかしたら大型化することによって収納しきれなくなっちゃったのかもしれないですね。でベンチレーションに関しては口元と頭頂部に1箇所ずつですね、これどっちもパーツが非常に大きいので操作はめちゃくちゃしやすいです。で頭頂部に関してはこのベンチレーション2段階で調整が可能なんですけど、ちょっとね開けるときにね1段階目にするのがちょっと難しいんですよ。力の加減が難しくてですね、どうしても一番オープン状態になっちゃうんですけど、一番開けた状態から1段階戻すのはすごく節度があってやりやすいです。あ、ちょっと風入りすぎかなって思ったときは、まあ、この一番開いてる状態から1個戻してあげるといいかもしれないですね。でエアアウトレットに関してはこの後ろのですねエアロパーツのところについてるんですけど、後ろ側についてないんですよね。この、ね、横の部分にエアアウトレットがついているのがちょっと特徴的ですね。この部分についてます。でこの口元のベンチレーションですね、まあ、こっちのベンチレーションに関しては走行風をシールド方向に導いてですね、でノーズガードを装着すると口元にも多少誘導されるような仕組みなんですけども、このベンチレーションの中にですねデフロストフィルターっていうのが設置されていて、虫とかゴミとかが入らないようになってます。でインカムに関してはですね、このサイドの部分であったりとか、あとはこの後頭部のこの部分ですね、この辺りに操作ユニットとかバッテリーを全部埋め込めるですね専用品が用意されていて、背中からは SRL3 っていう商品が5820円、ビーコムからは SX1 という機種が2024年発売予定なんですけど、価格とかに関してはまだ発表されてないです。で汎用のインカムに関してはですね、まあ、クリップとかを使えばこの専用のインカムを埋め込む部分にですねこんな感じで挟み込むこと自体はできます。ただですねクリップじゃなかったとするとですね、まあ、この部分どうしても専用のインカムを埋め込むようにかなり張り出ているのと、まあ、ここにもですねインナーバイザーの操作ノブとかがついているので、ちょっと貼り付け式でねつけるのは難しいです。ただ B コムあたりからねヘルメット用のアタッチメントが発売されそうな気はしますね。で顎ひもの固定に関してはマイクロラチェットバックルが採用されているんですけど、これはネオテック3同様にですねコンパクト軽量化されていて、顎ひも自体もですね高強度繊維を編み込むことで強度を確保しつつスリム化してますね。さらにヘルメットホルダーに引っ掛けるための D リングも用意されてます。でヘルメットを下から見た時についてるこの赤いリボンなんですけども、これは万が一の際に要救助者が素早くヘルメットを脱がすためにチークパッドを引き抜くためのシステムです。ただですねメンテナンスの時とかにチークパッドを外す時には使わないようにという形で注意書きがされてますね。はい、では内装を紹介していきます。まずはトップ内装、トップ内装がこんな感じです。続いてチークパッド、チークパッドがこんな感じです。こんな感じですね。で顎紐カバーも取り外せます。
顎ひもカバー、顎ひもカバーはこんな感じですね。で最後にですね、インカム用のスピーカーホールを埋めるですね、こういうイヤーパッドがついてます。なので合計ですね7点が取り外し可能という形になりますね。でまず内装の素材なんですけれども、額とか頬とかですね、汗をかきやすい部分っていうのは吸水速乾素材が採用されてます。あとですね、被る時に肌が擦れやすい部分に関しては起毛素材が採用されてます。で1点ずつ紹介していきたいんですけども、トップ内装に関してはですね、この上の部分とサイドの部分で色が切り替えられてるんですけど、触ってみるとですね、若干トップの方の色が濃い部分の方がクッション性が強いような感じがあります。でトップ内装はですね、この上の部分にですね、なんかちょっと起毛素材みたいなのが1枚追加されてるんですけど、この部分はですね、ユーザーが調整用パッドを貼れるようになってるんですけども、僕個人としてはですね、ジャストフィット内装を作ってもらえるパーソナルフィッティングを押してます。でベンチレーションから取り入れた風が入る部分はですね、ここなんですけど、かなりねバッチリこう穴が開いてるので風通しはかなり良さそうですね。でこちらのチークパッドはですね、この肌面、肌が当たる部分っていうのは起毛処理されてるんですけど、頬にねかなりこんな感じでフィットするようになっていて、しかもねさらにこの首のところまでしっかりフィットするような感じがしますね。で後ろの方までね結構このクッションは厚いです。でこのこめかみの部分はですね、この中身を見てもらった方が分かりやすいと思うんで、ちょっと開けます。はい、こちらがこめかみが当たる部分の内装になるんですけど、周りの部分と比べてちょっとね色が違う内装が採用されてるんですよ。ここはですね、メガネのつるが通る部分なので、他の内装に比べるとちょっと柔らかめのですねクッションが採用されてるんですよね。ただそれでもちょっとメガネのつるが通しにくいよという人はですね、一番外側のこのクッションに関しては剥がせるようになってますので、これを剥がしてしまうことで余計につるを通しやすくすることができますね。さらにですね、このかぶり口の部分に関しては目に入る部分なので、レザー調素材が採用されています。でこれと同様にですね、これ顎ひもカバーなんですけど、顎ひもカバーも肌に当たる面は起毛素材で、目に見える部分に関してはレーザー調素材が採用されてます。イヤーパッドに関してはですね、これ取り付けがしやすい差し込み式になってるんですけれども、これねインカムつけない場合にはこれをつけておかないと結構風切り音が発生してしまったりするんですよね。なんでまあインカムつけてスピーカーホールにスピーカーついてる時はいいんですけども、インカムがついていない場合には必ずこちらをつけておくことをお勧めします。とですね、こちらが内装を外したヘルメット側ということになります。見えますかね、ちょっと衝撃吸収ライナーとかもどんな感じで貼ってあるのか見たいっていう視聴者さんもいたので、今一応今こうやってね外した状態も見ていただいてるんですけど、でこちらはですね、まあ、さっきも言ったようにスピーカーホールは用意されてるんですけど、さすがにね専用インカムが差し込めるようになってるので、配線の逃げとかもねしっかり用意されてます。それプラスですね、マイクとかに関してもちょうどねこの口元のあたりがへこんでいてですね、差し込めるようになってますね。それでは重さを測ってみたいと思います。今回重さを測定するのは省エの GT Air 3の単色モデルになります。サイズは M サイズですね。でドライレンズとですねチンカーテン、それとノーズガードはすべてついた状態で測定します。それでは重さを測ってみます。1664g ですね。まあ、インナーバイザーとラチェットバックルがついている多機能型のフルフェイスヘルメットだと 1600g ぐらいっていうのは一般的なんですけど、ノーズガードとかチンカーテン、それとドライレンズついた状態としては比較的軽いんじゃないですかね。さあ GT Air 3をかぶって走り出しております。本日の天気は晴れ、気温はね今日12度ですね。結構あったかいです。
風はちょっとあるかなっていう感じですね。乗ってるバイクは CRF の250ラリー。アクションカブの外部の位置はですね、ノーズガードのところにクリップで取り付けしています。まずはいつも通りサイズ感から触れていきたいんですけれども、僕は照英アライカブといずれのヘルメットも M サイズでぴったり。いつも使っている照英のヘルメットに関してはパーソナルフィッティングで少しクッションを追加しておりますので、だいたい S から M の間ぐらいという頭だと思います。今回かぶった GTA R3 も照英のヘルメットですので M サイズで全く問題なくかぶれております。かぶり口がですね、若干狭いかなっていう感じはしました。僕が普段使っている Z8 はですね、結構かぶり口が狭いんですよ。まあ、それに比べるとそこまで狭い感じではないんですけれども、僕が今まで使ってきた照英のヘルメットの中では割と狭い方なんじゃないかなと思いますね。でチークパッドの圧迫感に関してはあんまりないですね。今こうやって喋りながら走ってますけれども、インカムとかの通話とかに関してもストレスはないと思います。でヘルメットの体感的な重さなんですけれども、まあ、これ 1600g 台ということでですね、僕正直日常使いするヘルメットとしてはちょっと重いかなっていう感じではあります。ツーリングで使うヘルメットとしては僕は 1600g 台がギリギリだなっていう感じなんですよね。ただですね、これ重量バランスはやっぱすごくいいです。ちょっと前側が重いとか後ろ側が重いとかそういうことは全くなくてですね、しっかりバランスは取れてるような感じがしますね。でそう、重量バランスの話でいくと、これ専用インカムが設定されてるんですけど、この専用インカムをね、組み込む前提で設計されてるので、専用インカムとかを取り付けしてもあんまりね、ヘルメットの重量バランスが崩れないんですよ。本来だと外付けのインカムをつけると左側に重心がどうしても傾いちゃうと思うし、あとね、外にインカムをつけることで風切り音とかも発生してしまうんですけれども、専用インカムの良さっていうのはそういうのがあんまりないっていうのがポイントですよね。シールドに関してはですね、この視界の広さ自体はですね、突出して広いとかそういうことはないですね。ただ端から端まで歪みとかはないです。ちょっと走りながら開閉してみたいと思います。これセンターロックなんでね、真ん中のボタンを押しながら開閉します。はい、こんな感じでね、まあ、開閉自体は全く問題なくできますね。でこの縁の部分がね、どうしても歪みっていうのが出るっていうのを最近分かったんですけど、こうやってちょっと微回ポジションとかちょっと開けたポジションとかにした時も、この縁の部分ですね、下縁の部分もそんなに歪みがないですね。まあ、全くないわけではないんですけど、見にくいとかそういったことは感じないです。続いてインナーバイザーを出し入れしてみたいと思います。今出してみます。はい、こんな感じですね。シュッと簡単に出すことができます。でインナーバイザーに関しては今までのモデルよりも少し長くなったということで、視界はねほとんどスモークに覆われますね。まあ、今までのインナーバイザーだと下の方がね少しスモークにならないような感じだったんですけど、視線をね下に向けてもほとんどがスモークなんですよ。ちょっとクリアの部分がねほぼ見受けられないですね。右下とか左下とかをあえて見てみるとちょっとクリアな部分があるかなっていう感じです。これねノーズガードをつけてるんですけど、ほぼねノーズガードつらい位置ぐらいまで降りるんですよね。だから自分の顔自体はですねほぼ見えないですね。あんまり自分の顔見えたくないからスモークシールド使ってるとかミラーシールド使ってるっていう人もいると思うんですけど、これインナーバイザーを出すとですねほぼ自分の顔は隠れますので、あんまりスモークシールドとかを用意する必要はないかもしれないですね。でメインシールドに関してはこれピンロックシートがついてますので、これはねもうすんげー曇らないんですよ。雨とか雪の日でもあんまり曇らなくて本当に便利なんですけど、このインナーシールドに関してはピンロックついてないわけですよ。なのである程度曇るかなと思ったんですけれども、意外と曇らないですね。ピンロックとかがついてるわけではないんですけれども、曇り止め加工とかが多少されてるのかもしれないですね。制限速度が60キロの幹線道路まで出てきました。今60キロ巡航ぐらいでですね、前の車に合わせて走ってる感じなんですけれども、さすがにねやたらでっかいチンカーテンがついているだけあってですね、下からの巻き上げの風っていうのは口元には全く入ってこないですね。チークパッドはですねあんまり圧迫感自体はないんですけれども、ちょっとかぶり口狭いなって感じたようにですね、下の方はこうもっちりとですね自分の首に沿って密閉してる感じなので、この首の後ろのあたりとかからもですね全くヘルメットの中に風が入ってこないんですよ。なのでねものすごく静かですね。はい、しばらく走ってですね、今日気温が高いのでちょっと頭も蒸れてきたかなっていう感じなので、ベンチレーションを開けていきたいと思います。まずは口元から。
あ、もうこれはね、もうパーツがでかいのでめちゃくちゃ開けやすいです。次、頭頂部。はい、今完全に開きました。これね、開けた後に1段階戻すの、さっき手でやってた時はやりやすかったんですけど、どうだろう。あ、うん、全然節度があるので段階調整はできますね。ただ今回はね、ベンチレーションの効果を体感したいんで、一番開けた状態で試してみたいと思います。あ、今ね、時速30キロぐらいですよ。本当にスピードが全然出てなくて、前の車に続いてるんで30キロぐらいしか出てないんですけど、もうこの時点でね、すごい頭の上の方をスボーってこうベンチレーションの風が抜けていくのを感じますね。これすごいな。結構僕が今まで使ってきた中でもトップクラスぐらいに風が入ってきているような感じがしますね。昔はこのインナーワイザー付きのヘルメットってどうしても風が入りにくいって言われてたんですけど、いや、最近はこのインナーワイザー付きでもベンチレーションの性能は素晴らしいですね。うん、50キロとか出してくるともうすげえちょっと入りすぎるぐらい入ってきます。ちょっと寒いもんな。今日12度で多少ポカポカしてる感じではあるんですけど、頭はねちょっと汗かいてたので全開にしてるとちょっと寒いっすね。ちょっと1段階閉めてみようかな。はい、今1段階閉めました。あー、程よい。これ意外とこの段階調整使うかも。僕ベンチレーションなんか全開と全閉以外使わないと思ってたんですけど、今50キロぐらいで走ってて、さっき入ってきた風の量の半分ぐらいなんですよ。正直下道を走っていて12度ぐらいのこの気温であれば、この1段階開けてるぐらいが程よいですね。で、口元のベンチレーションに関しては曇りはねちゃんと取ってくれるんでしょうけど、正直ね、こう風がブワって入ってきてるっていう感じは下道の30キロとかの走行ではいまいちよくわからないですね。まあ、息苦しさっていうのはこの風が入ってくるっていうよりは空気が入れ替わることでね緩和されてるのかもしれないんですけれども、わ、口元が涼しいとかそういう感じは正直あんまりないですね。でも50キロから60キロぐらいまで加速してくると、なんかそよそよっと多少風が入ってきてる感じはしますね。で、これごめんなさい、毎回言ってるんですけど、僕が乗ってる CRF の250ラリーはスクリーンがついてるんですよ。なんでこの口元に入ってくる風の量っていうのは一般的なネイキッドとかのバイクに比べるとちょっと少ないと思うんですよね。なので体感しづらいっていう部分はあるのかもしれないです。さあ、ここからはですね、高速道路に乗って走っていきたいと思います。今だいたい70キロぐらいで巡航してるんですけれども、頭のベンチレーションはですね2段階中1段階にしてます。で、70キロぐらいで走ってるとですね、そうだな、下道を30キロぐらいで走ってる感覚の風が入ってきます。それでもね結構入ってきてるんですよ。ちょっと一回全開にしてみますね。よいしょ。あ、もうすげえ。めちゃくちゃ風入ってくるので、これはね夏場に蒸れるってことは一切ないですね。めちゃくちゃ涼しいと思います。で、口元もですね、やっぱり70キロとか80キロとかになってくると結構こうそよそよっと入ってくる風がちょっと強くなってきてる感じはありますね。これは確かに長時間走ってる時とかは息苦しさを感じにくくていいかもしれないですね。で、空力に関してなんですけども、まあ、正直ね、省エとかのスポーツヘルメットとかって高速道路で80キロとか100キロで走ってる時にそんなに風の抵抗を感じることってないんですよね。で、このヘルメットもですね、前のモデルと比べてさらに空力が高くなっているということなので、今80キロぐらいで巡航してるんですけれども、ほぼ風の抵抗っていうのを感じることはないですね。もうちょっと加速してみましょう。うん、今90キロぐらいで走ってますけど、それでもね風の抵抗を感じるっていうのはそんなにないです。今度ちょっとねレーンチェンジしながら大胆に首を振ってみようと思うんですけども、うん、思い切り顔を横向いてですね振ってみても、このヘルメットが押される感覚っていうのはほとんどないですね。これはもう楽ちん。本当楽ちんですね。やっぱこの国産のですねスポーツタイプのヘルメットっていうのはもうあんまりねこの高速道路とかを走ってて風が強くても風の抵抗っていうのを感じることがないので、ツーリングとかは本当楽ですよね。で、多分進化を発揮するのはサーキットとかに持ち込んでもっとスピードレンジが上がった時なんじゃないかなって僕は個人的には思いますね。で、やっぱりですね高速道路を走っててもスピードのレンジが上がってもですね、このヘルメットの下側からどこからも風が入ってくる感じは全くないので、耳まで風が届かないんですよね。
なので、まあ、多少はですねやっぱ高速道路走っててゴー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 という感じの風の音はあるんですけれども、それでもねこれは絶対音疲れするとかっていうのはないと思いますね。はい、というわけで今回はですね省エネの GT Air 3を使ってみました。僕は個人的にですねヘルメットはコンパクトで軽いものが大好きなので、どうしても省エネのヘルメットだと Z シリーズを選んでしまうんですけれども、この GT Air 3もですねベンチレーションの性能とかあと静粛性に関しては Z8 と比べても勝るとも劣らないというような印象がありました。インナーバイザーが採用されているので多少防滞自体は大きくなって重くなってはしまうんですけども、まあ、その分かなり便利になってますので、まあ、インナーバイザー付きのヘルメットが好きで、かつですね静粛性とかベンチレーションの性能も譲れないという人に対してはぴったりなヘルメットなんじゃないかなと思いますね。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。X と Instagram もやっております。概要欄の一番下に URL ありますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったという方はコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信いたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。